歌手 の佐々木功先生なんですが、原曲のキーであえて歌いました。原曲のキーで歌うと私はもうハイトーンになるので裏声で全然違う曲に聞こえるんですけど、ありがとうございます。本当にもうそう言っていただけるだけでも心の糧になります。ありがとうございます。